今日は待ちに待った給料日です。とはいえ去年と比べ給料のアップもなし。覚悟はしていましたが、口座を見て愕然。そんな私の給料日の過ごし方です。今日は朝から銀行に行き、お金を下ろしました。今月の手取り194,470円。正直銀行を出た瞬間から今月をどう乗り切るか、そればかり考えています。きついけど生きていけるし、まあいいか。封筒に今月のお金を振り分けていきます。まずは家賃3万円。くー、結構痛い。続いて奨学金の返済、だいたい1万円くらいです。通信費、家にネット回線がないので約3000円です。なんか結構余裕ありそうだから食費は2万円にしちゃおう。交通費1万円、封筒足りないから光熱費と一緒にしちゃおう。交際費10万円、出費は痛いけど友達関係はマジ大事だし。待って、もう11,470円しかない。これじゃ貯金も全然できないじゃん。でも前を向いていきなきゃ。この生活状況がしばらく続いて貯金ができないのはきついな。コロナで目の前の生活状況も見通せないし、とにかく今はおとなしく暮らそうか。